武田信玄は甲斐の国の戦国大名です。その武力は後に天下統一を進める織田信長や徳川家康をも恐れさせました。戦国最強と呼ばれた信玄の生涯をこの動画で振り返ります。武田信玄は1521年甲斐の国で誕生します。幼名は太郎、父は甲斐の国守護武田信虎。この頃の甲斐の国は有力な国衆同士が争い戦続きでしたが、信虎が武力での統一を進めていました。駿河の今川家、相模の北条家とも争いが続いていました。1536年、信虎は甲斐の統一を果たし、その後駿河の今川義元とも和睦します。この年太郎は元服して名を晴信と改めました。そして左大臣三条金頼の娘を正室に迎えています。次は信濃を我が物といたす。信虎は信濃への領土拡大を目指し、7000の兵を率いて佐久方面へ進出。信濃の平賀源信ら2000の兵がこもる雲の口城へ攻め寄せます。晴信は初陣としてこの戦に参加しました。しかし武田勢は一月以上攻めてもこの城を落とすことができず撤退します。父上、この晴信にしんがりをお任せください。勝手にいたせ。晴信は300の兵で見事しんがりの役割を果たし、その後甲斐へ向けて撤退していきました。武田は帰っていったぞ、俺たちの勝ちだ。武田勢が撤退したのを見た城兵は勝利の宴を始めます。これより雲の口城へ取って返すぞ。晴信は軍を撤退したと見せかけて、城兵が油断したところに奇襲を仕掛けました。晴信はこの奇襲攻撃で父の信虎が大軍で一月以上落とせなかった城を一夜で落としたのです。しかしこれを聞いて面白くなかった信虎は晴信を褒めず、親子に確執が生まれました。この頃の信虎は軍資金確保のため農民や黒人衆から重い税を取り立てていました。これに飢饉も重なり、甲斐の国中に怨嗟の声が渦巻いていました。そして1541年、信虎が今川義元と会うために駿河へ向かった帰り、信虎様にお帰りいただくわけには参りませぬ。何だと。晴信は重臣の板垣信方らと図って信虎を甲斐から追放してしまいます。父上、これが甲斐のためなのです。わしが甲斐を立て直し強国といたす。こうして晴信は19歳で武田家の家督を継いだのです。1542年、若い晴信を討とうと甲斐へ侵攻してきた信濃守護小笠原長時と諏訪頼重の連合軍と戦になり、晴信はこれを撃退。そして信濃諏訪領へ侵攻、これを制圧して諏訪頼重を自に追い込みます。なんと美しい姫だ。晴信は諏訪頼重の娘諏訪御前に一目惚れし、側室にしようとします。なぜ私が父を他晴信の側室にならねばならぬ。諏訪の姫様、晴信様の側室となり子を産むのです。そうすればその子を諏訪の跡継ぎとしてくれましょう。諏訪御前は晴信の側室となることを受け入れます。その後武田家の跡取りとなる武田勝頼を産むことになります。俺はこの国を守る。誰にも手出しをされない大きな国を作る。1544年、晴信は相模の北条家と和睦し、さらに北条家と今川家の対立を仲裁します。北条今川との関係を安定させた晴信は大きな国を作るため本格的に信濃への侵攻を開始します。晴信は
信濃の諸豪族を次々と破っていきますが、1548年、北信濃の村上義清との戦で初の敗北を喫します。くぅ、わしはおごっていたのかもしれぬ。戦いは五部の勝利をもって上となし、十部となっては下となる。十部はおごりを生じさせる。1551年、晴信は配下の真田幸隆を使い、謀略をもって村上義清の城を落とします。戦わずして勝つのが最上の策でござる。力で押すだけが戦ではない。おのれ晴信め。1553年、村上義清が越後の守護代長尾景虎を頼って落ち延びて行き、信濃のほとんどが晴信の支配下となります。信濃の者どもが次々と景虎様を頼ってやってきますな。我は毘沙門天の化身、我が名のもとに信濃を安定させねばなるまい。信濃諸豪族の要請を受け、越後の長尾景虎は北信濃へ出兵を開始。武田方の城は次々と落とされていきます。長尾景虎、厄介な敵が出てきたな。影虎は強い、わしは背後を固めねばならぬ。1554年、晴信は相模の北条氏康、駿河の今川義元らと婚姻関係を深め、正式に江蘇駿三国同盟が締結されます。これでじっくり影虎と戦うことができる。わしの大きな国づくり、誰にも邪魔はさせぬ。これ以降、晴信と景虎は数度にわたり北信濃で衝突します。1559年、甲斐の国で大きな水害と飢饉が発生します。晴信はこれを機に出家し、名を信玄と改めます。治水を急がねばならぬ。領民が苦しまないようにせねば。信玄は甲斐の水害を防ぐため、信玄堤と呼ばれる大規模な堤防工事を行っています。内政では他にも甲州法度と呼ばれる国内法の制定や金山開発などを行い、領国の強化に努めました。また信玄は身分にかかわらず有能な人材を多く採用しました。人は城であり、石垣であり、堀のようなものだ。国を守るのは大きな城ではなく人なのだ。1561年、越後の長尾景虎は北条氏康により国を追われた上杉範政から関東管領職を引き継ぎ、姓を上杉に改めます。以後景虎は何度か名を変えていますが、ここでは以後上杉謙信で統一します。関東での傍若無人、許さぬ。謙信は関東を我が物にせんとする北条氏康を攻め、その居城小田原城を包囲。信玄は同盟国である北条家の要請を受け、北信濃へ出兵します。上杉謙信を倒し、信濃を完全に武田のものといたす。武田軍はこの旗に記したように動く。早きこと風のごとく、静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、動かざること山のごとし。武田軍はこの風林火山の旗を上げて進軍します。信玄め出てきたか。信玄の北信濃出兵に対し、謙信も川中島へ軍を動かします。武田と上杉の軍勢が相対するのはこれが4度目でした。武田軍2万は謙信との戦に備えて築城した海津城に入り、上杉軍13000は海津城の西にある西所山に陣を敷きました。そのまましばらく膠着状態が続きます。親方様、
地元の者の話では明日の朝この辺りは霧に包まれるとのこと。霧か。はい、上杉軍を破る絶好の好機でございます。武田の軍勢を二手に分け敵を挟み撃ちにするのです。まず高坂壇上ら12,000の兵を夜陰に乗じて西序山の背後へ移動させ、夜明けとともに攻撃させます。驚いた上杉軍は慌てて西序山を下るでしょう。それを残り8,000の本軍で迎え撃つのです。80,000パラに移動する本軍の動きは霧に隠れて敵には見えません。山本勘助が立てたこの作戦は、キツツキが虫の潜む木をくちばしで叩き驚いて飛び出した虫を食らうことに似ていることから、キツツキ戦法と名付けられました。武田勢は作戦通り軍勢を二手に分け、それぞれ移動を始めます。しかし明日の朝川中島が霧に包まれるという情報は上杉軍を掴んでいたのです。信玄は今宵動く、私に小細工は通用しない。上杉謙信は武田の策を見破りました。上杉軍はかがり火を多く焚いてそこにいると見せかけると、夜のうちに音を立てず西序山を下っていきました。弁声粛粛、夜川を渡る。謙信は静かに千曲川を渡っていきます。夜が明け西序山の背後をついた武田の別動隊は、上杉軍がすでに山を下ったことに気づきます。しまった、裏をかかれた。早く80,000パラへ向かわなければ親方様が危ない。武田の別動隊は慌てて上杉軍の後を追います。80,000パラでは霧が晴れると武田本軍の眼前に突如上杉の大軍が現れました。読まれていたか。軍を二手に分けた武田勢は数の上で圧倒的に不利になりました。信玄を討ち取れ。親方様をお守りせよ。上杉軍は武田の別動隊が到着する前に勝負をつけようと突撃を繰り返します。武田軍は上杉軍の攻撃を必死に防ぎますが、山本勘助や信玄の弟武田信繁らも討ち取られてしまいます。時が足りぬか。やがて西序山へ向かった武田の別動隊が到着すると、戦局は一転武田有利に変わります。間に合ったか。敵の騎馬武者が突っ込んできます。ここにいたか。ねえ、ちり大物を取り逃がしたか。武田軍を崩せなかった上杉軍は総崩れとなり越後へ撤退していきました。川中島決戦は武田軍が最後に上杉軍を破りましたが、両軍とも数千名の死者を出し、どちらも勝者といえる戦ではありませんでした。信玄の戦は続きます。西高漬、飛騨、越中などに出陣、その一部を支配下に置きます。1567年、信玄は同盟国である駿河への侵攻の気配を見せ始めます。駿河の今川義元は1560年に織田信長によって桶狭間で討ち取られ、その後今川家は弱体化していました。父上、同盟国である駿河を攻めるなど真偽に反します。今川家の姫を妻としていた信玄の嫡男義信は信玄に謀反を企てますが露見、その後切腹し妻は今川家へ返されました。これにより武田と今川の縁は切れました。これは父を他国へ追放したわしへの天罰かもしれぬ。それでもわしは大きく強い国を作らねばならぬ。武田家に反発した今川家は武田家への塩止めを行います。この当時食料を保存するためには塩が必要で、生活には欠かせないものでした。海のない甲斐信濃の武田家は他国との交易によってのみ塩を手にすることができました。
今川家は同盟国である相模の北条家と示し合わせ、甲斐への使用を止めたのです。さらに北の海に面する越後の上杉家にも武田家への汐留を要請しました。わしはそのような卑怯なことはせぬ。しかも苦しむのは信玄ではなく甲斐の領民だ。上杉謙信は今川の要請を断り、汐留をしませんでした。謙信のこの行動は敵に塩を送るという言葉となって残りました。1568年、信玄は駿河へ侵攻を開始。この時北条家が今川家に援軍を送ったことから、武田家と北条家も同盟関係が破綻します。義元を失った今川家は武田軍には抵抗できず、翌年には駿河は武田家によって制圧されます。ついに念願の海を手に入れたぞ。しかしこの頃から信玄の体は病に侵され始めていました。この間、尾張の織田信長が足利義昭と共に上洛、近畿地方の大名を次々と従わせ、一大勢力となっていました。そして義昭を室町幕府の第15代将軍の座につかせ、自らはその後見人となりますが、その後不仲となります。1571年、信長が比叡山に焼き討ちを行ったことから、義昭は全国の大名に信長討伐令を発します。信長を討て。信玄はこの呼びかけに応じる形で上洛することを決意します。天下を目指す時が来た。信長ごときの隙にはさせぬ。信玄は西へ向かう決意をすると、北条家と和睦して同盟を復活させ、1572年、3万の大軍を率いて京の都を目指しました。武田信玄が来るか。この頃は武田軍の強さは天下に知れ渡っており、織田信長もその動きを恐れていました。京を目指す信玄の前に、信長の同盟国で遠江、三河の大名、徳川家康が立ちはだかります。恐れるな、我らで武田の動きを止めるのだ。徳川軍と信長が派遣した織田の援軍は、遠江の三方ヶ原で武田軍と激突します。謙信に比べれば恐れるに足りぬ。徳川、織田の連合軍は武田軍に完膚なきまでに叩かれ回走します。家康は一晩中戦場を逃げ回り、命からがら城へ戻りました。家康を破り勢いに乗る武田軍でしたが、無念、ここまでか。ここで信玄の病が悪化。1573年、西への進軍の途中に武田信玄は53歳でこの世を去ります。死の直前、信玄は自分の死を3年間隠すように遺言したと言われています。信玄が目指した大きな国づくりは、信玄と諏訪御前の子である武田勝頼に引き継がれ、織田信長や徳川家康と対決していくことになります。いかがでしたでしょうか。ぜひ皆様のご意見をコメント欄からお聞かせください。このチャンネルでは歴史上の人物や出来事を取り上げて漫画で紹介していきます。面白かったと思っていただけましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ナレーションは春風島でした。ご視聴ありがとうございました。